ムディのワインを今すぐ回収しろ。世の中は大パニックですよ。120億円もの資産を稼ぎ上げていく驚きの光景がそこには広がっているんですね。そんな話には乗っちゃダメです。こんにちは、東京ワインサロンチーフソムリエの純也です。というわけで今回はワイン市場の中でも世界を震撼させた凶悪詐欺事件、ルディ事件についてお話ししていきたいと思います。2001年にルディ事件というものが発覚したんですけれども、これね、どういう事件かというとめちゃめちゃ面白くて興味深い事件なんですよ。まずね、アメリカのアジア系紳士のワイン愛好家ルディという人が現れるんですね。この人2001年あたりから、もうずいぶん前です、ニューヨークのテロ事件の頃からですね、要するに20年くらい前の話なんですけど、そのルディがオークション会場に現れていろんな高級ワインをどん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 こう落札していくわけですよ。何年の何々、これいくらで買うよ、あいつが競り落とした、あいつルディっていうやつ、あの銘柄の何年のやつもこれももらおうか、またルディ、ルディが競り落とした、この高級ワインもルディだ、あれもルディだ、どん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 ルディ、ルディと有名になっていって、これが何年か続いていくわけなんですね。高級ワインを次から次へと落札していくものですから、オークション会場内ではまたルディだ、またルディが高級ワインを落札し、どんどん有名になっていくわけなんですね。そんな中で当時流行っていた BYOB Bring Your Own Bottle、 要するにみんなでお気に入りの1本ワインを持ち寄ってワインパーティーをしようぜっていう催し事が当時流行ってたんですけれども、その中にね、ルディは颯爽と登場するんですね。超高級ワインを携えてやってくるんですね。え、ルディ、それはもしかしてロマネコンティじゃないか。そうだよ、これをみんなで飲もうじゃないか。ルディ、なんて太っ腹なんだ、大盤振る舞いだな、ルディ、次はマルゴ、次はラトゥールだと言って、ルディはどんどんね、パーティーに毎回みんながびっくりするような超高級ワインを持ってくるんで、なんてすごいんだルディ、噂になって、いやいや、ルディはどうやらアジア系の大富豪の息子らしいぜ、しかもルディのワインのコレクションは半端ない、すごいワインばっかり持っている、そういったわけで大人気になって一躍有名人になっていくわけなんですね。そのルディが今度は逆にね、転じてワインを売る側に回るわけですよ。その名もルディーズコレクションっていうんですけど、要するにルディのオーナーズコレクションのワインをオークションに出していこうじゃないかということで、世の中はもう話題沸騰するんですね。ルディがとうとうワインを売りに出したぞ、これはもういいワインがどん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 出てくるに違いない。まあ例えばね、元 ZOZO タウンの前澤さんがマイザーズコレクションということで車をね、マイカーなんかをオークションに出していくようなもんですよ。超話題になるじゃないですか。前澤さんのコレクションの車が世に出るぞということで、同じようにルディが出したプライベートコレクションワインがオークションでどん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 落札していくもんだから、ルディ自身もどん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 稼いでいって、なんと総額120億円もの資産を稼ぎ上げていくわけなんですよ。ところがですよ、そうやって順風満帆に思えたルディのワインオークション、2004年5年6年ずっと続いていくんですけど、2000年代後半に入って事件は起こります。なんと最近ルディのワインで偽物が混じっているという噂がポコ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 現れてくるんですね。これが2010年頃にはもう大富豪から、ルディ、このワインは偽物じゃないか、これはロマネコンティじゃないじゃないか、どういうことだっていうことで、最初はね、ルディのマネージャーなんかも、いやー、ルディさん、これはね、どうやら偽物を捕まされちゃったみたいですね、残念ですね、本当か、しょうがないな、そしたらこれは処分しといてくれ、なんていうことを繰り返していたんですけれども、もうね、だん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 言い逃れもできなくなってくるわけですね。そして2012年に大事件が発覚します。なんと FBI がルディの自宅にドーンと突入するわけなんですよ。そしたら驚きの光景がそこには広がっているんですね。いろんなボトルのいろんな高級銘柄のものを自分で手作りで作っている偽ワインを作る工場だったんですよ。FBI 捜査官が奥の部屋に進みます。ルディは偽ワイン作りの作業中です。ルディそこまでだ。ルディが、ね、作業している時にハッと気づくんですね。FBI か。どうやら俺もここまでのようだ。こうやって事件は明るみに出ていくわけなんですよ。ルディがすごいのは、自宅がね、ルディの偽ワインを作る工場になっていたわけなんですけど、ラベルなんかも本物そっくりに印字して、ペトリスだ、ロマネコンティだってね。でワインの中身も全く別物なんですよ。例えばこう
チリの安物のワインなんかを入れて、そこにポートワインなんかね、あのアルコール酒精強化ワインって言って長期保存が効くようにブレンドして、でハーブなんかも入れて醤油なんかもちょっと垂らして味見します、これは近いなって言ってねやるわけなんですよ。そうやって稼ぎ上げたワイン、もう120億円もの資産をルディは積み上げていくんですよね。世の中は大パニックですよ。ルディのワインは全部偽物じゃないか、ルディのワインを今すぐ回収しろってなるんですね。回収に乗り出すわけなんですけど、もちろん全部が全部が回収できるわけもなく、ワインの被害総額はなんと600億円にも上るんですね。600億円の未回収ワインがもう世界中に出回っているんですよ。びっくりじゃないですか。もしかしたらね、大富豪の方、セレブの方、ルディワインを飲んでるかもしれない。画面の前のあなたもルディワイン飲んでるかもしれない。特にどういうところにルディワインが出回っているのか、どうやらアジア方面に出回ってるらしいんです。アジアって言ったらどこなの、相場は。そうだな、中国あたりじゃないのか。これね、中国じゃないんですよ。中国はもうね、もっと前からこういった粗悪なワインとか偽ワインが横行していたので、取り締まりが非常に強化されているわけなんですね。なんでチャイニーズセレブなんかはもう偽物ワインなんかは使わないんですよ。で、逆に言うと中国には売りづらいということで、なんとなんとなんとですよ、日本でルディーズコレクションが出回っているっていう噂がまことしやかにささやかれているんですね。それを書いた著書もあるんですよね。ルディワインは日本に流れ込んでいる。どうですかこれ、本当だったら驚愕ですよ。ワイン好きの方、これから高級ワインを買おう、手に入れよう、ロマネコンティ買っちゃおうじゃないか、ラトゥール飲んじゃおうじゃないか、そういう人は要注意してください。必ず有名なね、名の通ったワインのインポーターさんから買い付けしないと。例えばですよ、知り合いの知り合いの知り合いなんかで、いやー何々さん、私は何年もののロマネコンティを所有してるんですけど、これね、通常価格だと100万円は下らないんですけど、あなたは友達の紹介だからこれを半額の50万円で差し上げますよ、そんな話には乗っちゃダメです。そのワイン、もしかするとルディーズコレクションなのかもしれません。要注意してください。いやーびっくりじゃないですか。ワインというと華やかな話も多くて、パリの審判とかね、五大シャトー、ブルゴーニュの神様とかね、いろんな話題性のあるストーリー、素敵な話も多いんですけど、中にはこんな大事件だった闇の歴史の部分もあるんですね。まあそういうところを全部含めてワインの魅力と言えるのではないでしょうか。あなたのセラーに眠っている高級ワイン、果たして本物でしょうか、偽物でしょうか、真偽は開けてみないとわからないはい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。興味を持っていただけた方はですね、ぜひぜひコメント欄にルディワイン飲んでみたい、一言コメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。東京ワインサロンはサロンメンバー募集中です。ワインライフを楽しみたい方、チャンネル登録で東京ワインサロンのメンバーになりましょう。サロンメンバーにはワインのお得情報をお伝えしたり、サロンメンバー主催のワイン会に招待しちゃいます。詳しくは概要欄に書いてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。次回もためになる動画、美味しいワインを紹介していければと思います。楽しみにしててください。それではまた、バイバイ。